女性はたくましいとはよく言ったものですが、北朝鮮の女性ほどたくましい存在は世界中を見渡してもそうはいないかもしれません。男性を極端に優遇する前時代的文化の国家によって、政治経済の仕事から不当に追い出されながらも、彼女たちは収入の少ない男性に代わって家計を支えながら、家事労働や育児も一手に引き受けてきました。詳細は別の動画で解説していますので、ぜひそちらをご覧ください。今回は、女性の権利や自由を不自然なほどに妨げる、北朝鮮の理解不能な法律、規律を6つご紹介します。1. ジーンズの禁止。男女を問わずジーンズの着用が禁止されています。ジーンズを履いている者が発見されると、ジーンズはその場で没収、焼却処分されます。ジーンズの製造を受注できなくなったことで、国内のアパレル工場が衰退し、ただでさえ悪化している北朝鮮の経済を自ら締め上げる結果となりました。ちなみに女性の服装についてはさらに厳しく、スカートと黒い靴を履くべきだという規律が存在し、これを尊重できない者は労働鍛錬隊と呼ばれる軽犯罪者を収監する刑務所に1ヶ月送られてしまいます。スカートの着用は近年は平壌では緩和されているようですが、それ以外の地方で現在も適用されている可能性があります。これらを禁止するのは、国民が他国の文化に染まることで反政府的思想を持つことを防ぐためです。同様の理由でジーンズだけでなく、網タイツ、花柄のストッキング、アルファベットがプリントされた T シャツ、一部のデザインピアスなども罰則の対象となりました。2. 自転車の禁止。女性がスカートを履いて自転車に乗ることは社会主義の美風両俗に反する行為であるというキム・ジョンイルの指示によって、1990年代から女性の自転車使用が全面的に禁止されました。スカートの着用を奨励しておいて、スカートを履いて自転車に乗ることを否定するとはあまりに支離滅裂。自動車の所有は特権階級のみしか許されていないため、それ以外の市民は電車やバスなどの公共交通機関で移動することになっています。しかし交通機関の整備が行き届いているのも、北朝鮮では平壌をはじめ一部の地域のみであり、舗装されている道路に至っては北朝鮮国内のわずか数%。地方に住む女性は遠方に行く際も足元の悪い道を徒歩で移動しなければいけないのです。違反者には以前はトウモロコシ4キロ分の費用に相当する罰金が課されており、やがてその罰に代わって自転車を押収されるようになります。特に地方の女性にとっては生活物資の運搬に自転車が必要不可欠。自転車を禁止されることは移動の自由を大きく侵害されるだけにとどまらず、ライフラインを直接破壊されるに等しい死活問題でした。そのため地方の女性は断層して取り締まりを回避したり、摘発されそうになったら引き殺すのも辞さない勢いで強引突破したりと、かなり無茶をしていたそうです。なお、こういった事情が考慮された結果なのかは不明ですが、現在は女性が自転車を使用することは認められています。 3. 自由な髪型の禁止。北朝鮮では男女別で髪型について具体的な規則があり、それに逸脱した髪型にすることは禁止されています。指定のヘアスタイルは合計28種類で、男性用が10種類、女性用が18種類です。女性の年代別の特徴としては、学生はほとんどがマッシュルームカットで統一されていますが、成人すると上品で控えめな雰囲気のものが主流となります。中高年の女性は軽いパンチパーマにしている人が多いです。いずれにしても外出する際は編んだり束ねたりしてまとめておく必要があり、ロングヘアは女性らしさを強調しすぎるとして禁止されています。ちなみに男性の髪型は女性よりバリエーションが少なく、基本的に全員が刈り上げの短髪です。髪が伸びると規定の髪型から逸脱するため、北朝鮮の男性は半月に1回の頻度で散髪しなければいけません。街を行き交う北朝鮮人のファッションがレトロで無個性な印象を受けるのは、ヘアスタイルの厳格なルールが原因の一つとなっているのでしょう。表現の自由が極端に抑圧された環境ですが、短いスカートやハイヒールを身につけたりと、可能な範囲でおしゃれを楽しむ北朝鮮人女性もいます。 4. 婚前交渉の禁止。結婚前まで純潔であることを重視したキム・イルソンによって、結婚前の性交は堕落した恥ずべき行為であるという風潮が生まれ、これに違反した者は男女とも厳しい刑罰を与えられます。これによって未婚女性と行為をした男性が処罰を回避するために女性を殺害するという地獄のような事案が発生。女性も女性で妊娠を知ると婚前交渉を行ったことが発覚する前に結婚しようとします。もし発覚した場合、
刑事犯として学校や職場といった公共の場に呼び出されて尋問を受け、公衆の面前で自分の罪を洗いざらい白状させられます。公共の場で性に触れることがタブー視されているため、北朝鮮には性教育の概念がほぼ存在しません。授業の一環として多少は触れるものの、1990年代後半までは動物にはオスとメスがいる、精子と卵子で妊娠するといった程度の知識しか教えられなかったのです。しかし、どんなに抑圧されていても年頃の男女全員が性に全く興味を抱かないということはありません。隠れてデートを重ねたり婚前交渉に及んだりするカップルもおり、実際に未婚女性はおよそ 4% しか避妊を行っていません。避妊や性病についての知識が全くないことがたたって、望まない妊娠をしたり性感染症にかかったりする女子が増えています。北朝鮮の女性の初体験は23歳から24歳と言われますが、近年は徐々に早まっている傾向にあるそうです。5. 避妊・中絶の禁止。結婚前の行為は強く否定する一方で、結婚後は手のひらを返すように子作りが推奨されます。少子化に拍車がかかっている北朝鮮は、少しでも多くの労働力を確保したいからです。その対策として北朝鮮が行ったのが避妊・中絶の禁止であり、違反者は懲役3年の刑が科されます。人工中絶は違法のため、望まない妊娠をしてしまった女性は闇市で流通する質の悪い避妊具を使用したり、闇医者の手術を受けたりと、大金のかかる非合法な手段を取るほかありません。中には体内の寄生虫を駆除するための薬や結核の治療薬、ウリの種などの異物を飲んで無理やり流産させる女性もいたそうです。それでは実際のところどれくらいの女性が避妊禁止を遵守しているのかというと、既婚女性の場合約7割は現代的な方法で避妊を行っているそうです。最も多い方法は IUD という避妊リングで、コンドームは 0.8%、 ピルは 0.3%、 不妊手術は 1.3% となっています。生活が成り立たないほどの不当な低賃金での過重労働を強いておきながら、それが原因で進行した少子化の責任を女性に押し付けている形となっています。 6. タバコの禁止。金正恩は2020年11月に禁煙法を採択。国民の健康保護を目的として、公共の場所や喫煙禁止場所での喫煙を罰する法律を課しました。その後もヘビースモーカーである金正恩は自らが課した法律を堂々と破って喫煙しているのですが、禁煙法が制定されるよりも前に女性は喫煙を禁止されていたという報告があります。それによると、1970年代に3回喫煙した女性が逮捕投獄されたそうです。喫煙した場所を問わず、女性だからという理由だけで拘束されたとしたら恐ろしい逸話ですが、北朝鮮であればやりかねない愚行でしょう。日本では日常的に行っていることでも、北朝鮮では罰金や拘留、場合によっては死刑の対象となります。独裁体制を維持するために男女問わず極端な思想を押し付けられてはいますが、もともと顕著だった男尊女卑の影響が法律にも及んでおり、女性が男性以上に理不尽な境遇に置かれていることは明確です。その一方で、こういった風潮に変化の兆しが見え始めていると主張する意見もあります。その最たるものが重要ポストに就く女性の増加です。女性が政治の分野に関わることはこれまでほぼありませんでしたが、最近は金正恩の妹であるヨジュンや長女のジュエ、女性初の外務省に就任したチェソンヒなど、女性の台頭が目立ってきています。いくら彼女らが特権階級といえど、政治の中枢に女性が登用される事例は金正日以前の時代にはほとんど見られなかった事態です。この流れが拡大して一般市民にも波及していくことを期待しますが、現実は厳しそうです。このチャンネルでは朝鮮の興味深い歴史や雑学を深掘りしていくので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは別の動画でお会いしましょう。